友達コレクションというわけで、今回も友達コレクション2日目やっていこうかなと思うわけで、今回はですね、いろんな瓶を作ってきました。いろんな瓶を作ってきまして、ちょっと売るの、物売るぞのプロフィールちょっと変えてきました。まぁ、ちょっとね、誕生日の日付とかちょっといろいろとね、なんかいろいろいじってきたけど、まぁ、ドライ系バリバリ型なんでそこら辺は変わりません。まぁ、というわけで、もう早速、いろんな瓶を紹介していたいわけなんだけどね。いやね、みんながちょっとコメントもしくれてたら、まだちょっと、ため撮り男なんで自分、ちょっと反応に遅れる可能性があるので、もし書いててくれてたら、ちょっとごめんね。まあ、というわけで紹介していきましょうか。で、まず一人目、糸目裏切りくん。年齢ともに生まれ、年齢ともになんか、大型い、血液型以外はね、もう、全く不明の男。ドライ系バッサリ型。俺の選ぶキャラ、ドライ系多すぎないかって話なんだけど、まあ、見た目の通り、糸目野郎は裏切りキャラっていう、俺の中の定着があるので、糸目裏切りくん、作りましたね。ちょ、服のカラーリングちょっと赤だったから、どうか微妙だけどね。じゃあ次、宇宙人くんです。宇宙人くんです。まあ、文字通り、何にもわかりませんね。ついに血液型すらわかんなくなったね。まあ、クール系のシーン型。まあ、ちなみにあだ名はエイリアンです。エイリアンくんでございます。みんなも仲良くしててくれ。まあ、この星の出身でないことは確か。で、次、可愛いひとみちゃん。通称普通ちゃんですね。まあ、ノーマルに、綺麗さんのような濃い点キャラがまだ何人かいてもいいんじゃないかと思いまして。年齢は98歳ですね。2000年10月30日生まれの A 型。いや、マジでやばすぎるね。このね、一応俺のトモコレコの世界で、年数は一応2099年になってるんで、強制的にみんな年齢が高年齢のおばさんになるんですが、まあ、この世界は俺が作った世界なので、時は進むことはありません。時は進んでも年を取ることがありません。まさしく不老不死。研究に成功しましたね。いや、間違いないね。で、次、ゴリミザーゴリコ。実験のね、ちょっと不備で生まれてしまった悲しきモンスター、ゴリミザワゴリコなんですが、199歳の1月1日までですね。ちなみに、ニックネームはゴリコ。ノリ系のガンガン型ですね。多分、ドラクエでもガンガン行こうぜに常にされてるようなパワー系キャラでしょうね。まあ、間違いなくアタッカーのキャラですね。いや、すごい共感は。ごめんね。で、次、ジェイク・ヤラーセ。出ました、ウィーパーティーからの、確定メンツ。1955年生まれ、5月の5日生まれ。5日生まれですね。もう144歳。もう B 型だからね。もう俺の偏見に決めたけど。間違いなく偏見。で、次、実験タイム231でございます。まあ、文字通り悲しきモンスター。俺の研究によって生まれた悲しきモンスターでございます。後にどんどん実験体を増やしていきたいんでね。そこら辺はよろしくお願いします。コードネームは M。で、ドライ系のバッサリ型ですね。で、あとは、まあ、作ってる系のキャラだと、他は、あ、いたこいつですね。ストー、ナルシ。まあ、逆から読むと、ナルシ、ストーでございますが、ノリ系ガンガン型のカッコつけ。ハンサム、いや、ハンサム学園じゃない。学園ハンサム並みにね、顎が長くなっております。学園ハンサム並みに顎が長くなって、あの、ちょっと眉毛が腹立つよね。あの困り顔、ちょっと腹立つよね。間違いなく腹立つわ。いや、みんなもね、ちょっとこいつとは仲良くしてやってほしいね。カッコつけたけど、まあ、いいやつだと思うんで。で、次、大王エンマ。さあ、1999年、こいつもウィーパーティーからの引っ越し先ですね。まあ、エンマですね、ニックネームは。ちょっとね、俺がウィーパーティーでね、ちょっと愛着持ってたキャラはね、残してるんですよ。で、次、ブス島さとみちゃん。通称さっちゃんですね。ブス島っていうのはあれ、毒の島と書いて、ブス島と呼んでください。漢字できなかったんで。で、ブス島さとみちゃん。まあ、文字通りさっちゃんですね。普通に別に名前に特に意味ありません、本当に。本当に意味ありませんからね。年齢は179歳。まあ、なごみ系です。まったり型ですね。まあ、見た目通りだね。間違いなく見た目通りだね、本当に。素晴らしいと思います。我ながら、よく作ったね。で、次、まあ、前回も紹介した、普通に綺麗さんですね。何気に本名を見せるの初めてか。綺麗さんだったもんね、ずっと。クール系のもじもじ型、血液型大型の54歳。まあ、割とこの、島においては若い方なんじゃないかと思うね。で、次、俺のボクシング界のライバル、マット・ボールド。じゃあ、ボールドは、英語で確か、ハゲとかいう意味だったはず。まあ、そこら辺は気にしないでください。英語だったかどうかすらあやふや。で、マットですね。まあ、ノリ系のワイワイ型で AB 型。まあ、ここら辺は勝手に偏見で決めたんで、まあ、よくわかりませんが、年齢とかも、ね、年数は適当ですね。ちなみに年齢は169歳。若すぎる。で、次、ロムスカパロ・ウル・ラピュタ。まあ、ここら辺はですね、1986年にしてるのはあれです。実際にラピュタが公開されたのが1986年。いや、違った。なんかね、普通にこいつの年齢設定が1986年だからそれにしてたね。
で次渡り不老、まあ渡りさんですね、いろんなところを転々としてる、まあ不老者ですよ、不老者のおっさん。まあ目にシワとかあって、なんかちょっと服も小汚いですが、まあちょっとね、多分全然体とか洗ってないんでちょっと臭いんでしょうね。我ながらちょっと臭いキャラつけましたね。というわけでこれでやっとミーの紹介終わった。やっとゆったり喋れるね。もうかなり早口で喋ったからちょっと疲れたわ。さあというわけでちょっとミーニュース見ていきますか。本日のミーニュース、お前かスト、いやカッコつけ、はいその通り、お前が祝10人達成ってやってんのかよ。本当かあいつ、実験にあれなんじゃないのか。 ありがとうスト、あれだね、多分実験の対象が俺じゃなく自分他にも増えたから嬉しいんだろうね M は。さあというわけでなんかいろいろみんな悩んでますね。さてまず物売るぞ。なんか面白い顔してないかず、うわなんだ、太陽礼拝してた、うわー なんだ、すごいもみあげの部分かわかんないけど、なんかすごい書いてたな。でムスカ、あって感じですね。うわなんだこいつ、匂い嗅いでやがる、飛行石の場所を探ってんだろうなあれで。で月綺麗さん、いや相変わらず綺麗だね本当に。あーもう可愛いもんね、ただの癒し枠だもん、このね島において唯一の癒し枠。とにかくさっちゃん、ふっブサイク。で次マットですね、まあ、マットは相変わらずのハゲ頭って感じですね、チョコボールだもんな後ろから見たら。でジェイク、まあジェイクも別にな、いやこれサングラスつけてないから目もちゃんと再現してるってことに気づけるから、みんなこれ目ちゃんと再現してんだよね、見えるかな、うー見えづらいな、ちゃんとサングラスで今作さ顔が見えないんだけど、ちゃんと再現してます。で次エンマですね、もうちょっと肌色黒かったかな。まあ次エイリア、まあ何考えてるかさっぱりわかんない、地球侵略を企んでそうな感じがする、この島で勝手なことがしたらどうなるか分かってんだろうな、あ、分かったらしいね。で、次、実験タイム。実験から生まれた悲しきモンスター。いや、悲しいね、ほんと。痩せ細っちゃってるもんね。後でサンプルあげないとね、ほんとに。いや、サンプルじゃなかった。サプリだったわ。まあ、同じようなもんでしょう。うわ、なんか匂い嗅いでる。こういった嗅覚が人一倍鋭いんだね。で、次、ゴリコ。うほう、うほほほって感じですね、ほんとに。我ながら完成度高いと思うね、ゴリコは。ゴリコは我ながら完成度高いと思う。実験で生まれてしまった悲しきモンスターだが、割とうまくいったと思うね。で、次、普通ちゃん。まあ、普通ちゃんもね、綺麗さんと同じ、あてか何気にこう見ると偶然だけど綺麗さんと普通ちゃん上と下なんだね部屋、何気に2人が並んでるもんね、いいね、わかりやすくていいね、そこの3列目は癒し枠だね。でカッコつけ、顎長えな、ほぼ城之内か学園ハンサムなんだよなこいつだけ。顔つけ腹立つな。なんかこいつの顔つきちょっと腹なんかね、腹立つじゃねえや、気に入ってんだよね。で次フローモノ、なんかみんな匂い嗅ぎすぎじゃない、何なんだろうね、あいつはまあ自分の匂いが臭すぎて気づいてないんだろうね。で次裏切りですね、裏切りもう間違いなく裏切ってそうだもんね本当に。まあというわけであれ、お手が俺の悩みなくなってるから、まあ息子からやっていくか。はいこんにちは、どうした、あー意外と仲いいんだお前ら、あーなんか微妙なところだよな、まあ相性バッチリなんじゃない、まあ相性バッチなことはいいことだよ、まあレベルは上がりませんね。さあで特に他に悩みは別にない、おいおいおい前回と同じこと言ってんじゃねえか本当によ、やめてもらえるか本当に。次キレイさん、いやどうも元気、はいこんちくわ、どうした、マジで言ってる、やめとけって、あいつとは仲良くないって絶対、あいつとの話なんだろうね、真面目なんじゃない、意外とね、意外と真面目なんじゃないかと思うね、あいつで話してくるって、ちなみにジェイクの声はこんな感じです、声はまだみんな聞いてなかったもんで、さあ果たしてなるのかどうかという話だが、どう思うみんな、この二人なると思う、どうだろう、うわ相変わらずの人を騙すテクニックだけは人一倍うまいようだろうお前は、あいつの本性を知らないんだろうな綺麗さんは、かわいそうに、あいつが卑怯者だってことを知らないからね、こんなことが言えるんだよね綺麗さんは、まあ綺麗さんだしゃいっか、お何かくれるらしいね、なんだろう、何これ、旅行券いいんすか、そんなもんもらっちゃってありがたいね。でお
インテリアショップがオープンしましたね。ニュース速報。何気そういえば服屋さんもオープンしてます。行ってなかったね、ごめんね。はい、どうしました。本日インテリア屋さんがオープンしました。てかお前常連なんだな、ニュースキャスターの。部屋が用意されているので、あなたにぴったりの部屋が見つかるでしょう。でも高いんだよな、インテリア。販売されている部屋は毎日変わるようですが、一度購入した部屋は次回からいつでも注文できるようです。はあ、なるほど、はい、以上、ニュース速報。でだ、俺のキャラは相変わらずバケモンで、マットが悩んでいる。マット、お前か、お前が悩んでんのか。お前が悩んでたら珍しい。早口すぎるな、初期の俺の実況を思い出すな。さっちゃんと、いいんじゃない。なんだろうな、さっちゃんだったらまあ相手を褒めた方がいいんじゃない。さっちゃんはやっぱ褒められることに慣れてないんじゃないかなと俺思うね。なるほど、わかりました。ちょっとお話ししてきます。はい、いってらっしゃい。さあ、果たしてハゲとサッちゃんは果たして仲良くできるのか。意外と愛着あるんだよな、俺。意外と自分で作ったミーながら、我ながらちょっと愛着あるね。新生活の方もね、やりたいんだよね。はい、どつき合い、どつき合いから生まれる友情。へい、うまく言いました。めっちゃ早口なんだよな、マット。まあ、実際こういう感じっぽいもんな。はい、で何？うわ、びきさん、また旅行券が登った。お仕事体験チケット、何気にレアじゃないか。なかなか見たことがないな。ストリートライブに行く。あいつ何聞いてんだろうな。まあわかんない、グリーンデイとか聞いてそうだけど。で、ジェイク、よう、やらせやろう。わかってるじゃねえか、よく自分のことがよ。さあ、どうした？あー、まあやっぱウィーパーティー同士で、ね、メンツ同士やっぱ仲良くしたいんだね。マットは裏切ったけどね。あいつか、あいつだとまあ礼儀正しくは大事だと思うよ。だってエンマ大王だからね。大王エンマって名前だし、地獄をつかさどってるからな。仲良くしといた方が身のためだと思う。なるほど、わかりました。ちょっとお話ししてきます。いってらっしゃい。さて、これで来ましたね。怖いんだよな。普通に怖いんだよな。なんか威圧感あるもんな。地獄の番犬人、番人って感じ、本当に。あ、慣れたわ。さすがウィーパーティー同士、友情育むのは得意だね。ありがとうございます。お金で友達になれました。気にすんなって。はい。まあ、誰もまだレベルが上がってないから、どういうレベル上げで、この後するかは決まってないからな。はい、オッケー。あ、インスタントカメラ。あ、いいね。使い捨てか。まあ、インスタントカメラでもどっちも同じようなもんか。ごめん、インスタントカメラっていう方が慣れてたわ。なんだと？なんだこいつ。なんだこいつ。あ、なんか、あ、裏切り。なんだお前、何悩んでんだよ。どうやって裏切ろうか悩んでんのか。認めてございます。はい。人は人、自分は自分がポリシーです。おー、よくわかってるじゃねえか。で、どうした？お腹が空きました。あー、腹減っちゃった。腹減りさんか。だったら何か買ってきてあげよっか。いや、メニューが変わってないんですよね。そうなんですよね。実はあの後、あの後からいろいろちょっとね、時間いじっちゃったから、時間とかあれか、時間はいじってねえか。あのキャラの設定とかいじったけど、そう、同じ日に撮ってんですよ、これ。前回のパート1から。言ってなかったけどね。パート1から同時に撮ってるんで、メニューは変わってません。まあ、とりあえずお前白飯で十分だろうよ。白飯やるよ、ほら。いただきます。どうよ。ああ、まあまあまあ、それ米だしな。塩とかかけてあればまあうまいだろうけど、無のご飯だとない。なんだ、またなんかバレたら早いな。なんだあれ、なんかあれだっけ、伝言掲示板みたいなやつだっけ。なんだっけ、覚えてねえな。はい、ランキングか。ランキング掲示板がオープンしました。あー、あれね、人気があるかどうかみたいなやつか。の住人の工場、部長をランキングにし、張り出しているのです。ランキング掲示板を設置した実験会 MC。 おい、何設置してんの、あいつ。今後、様々なものごとをランキング形式で張り出し、怖えな、あいつ。裏切りか、反撃か、はい、制裁した方がいいかな。ニュース速報、ストリナを伝えました。はい、ありがとう、スト。さて、ストーの話も聞きまして、ランキング掲示板見てみよっか。いろんなランキングが発表される掲示板、内容は刻一刻と変わるので毎日チェックしよう。その毎日できたら苦労はしない。さあ、どうも見ていきましょうか。ランキング掲示板、これ何のあれだ、これ何のランキングなんだろう。まあ、とりあえず見てみよっか。さて、絶好調ランキング、その日の運勢、紳士のバランスを総合し合計ポイント発表。カッコつけ、圧倒的1位なんだけど。いや、ちょっと待って、俺は俺何、俺ペケかい。ゼロ、一人だけゼロ。
なんで、なんで一人だけなんでゼロなの。生まれたばっかしって命だから、祈りて生まれたばっかしの命だからなの。そんな扱いしますかね。いやーちょっと待ってよ、誕生日変えたの恨みに出たかな。やっぱ1月に一組だったかな。で、うなんだ、回しだって、回し売ってたね。これはちょっと買いだな。ちょっといっぱい買っとこっか。うん、4つぐらい買っとこう。いや5つ買おう。はいはい、ありがとう。これはもう俺に着させるしかないっしょ。これ絶好調間違いなしだわ。どうした、黄昏れてんのよ。ちょっと絶好調ランキング、ペッケだったからな。ちょっと気に病んでんのかもしんない。意外と繊細だからな。あ、こんちくわ。で、じゃあお前にこのね、お気に入りになるであろう、この回しをプレゼンツ。どうよ、気に入ってくれるといいんだけど。どうや、あんま気になかった。まあ俺もハケツをやったら絶対気に入らないもんな。で、着替えアイコンが追加されましたと。あ、聞いた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 よそれ、聞いた聞いた、それキレイさんから聞いたよ。おい、すごいなこいつ。左上見てくんの面白いな。まあこれラーメンでも食ってちょっと機嫌直ってほしいね。レベル2にしたいね。ちょっと絶不調だからね今俺のキャラ。俺の分身ちょっと絶不調だからね。レベル2にして小機嫌にしてあげたいね。さあレベルアップ。さあ問題は何をあげようかな。いろいろあげるもんなんだよね。おめでとうございます。ウルの満足度がいっぱいになったらレベルアップしましたと。まあここら辺はしてます。何あげよう。レベルアップするにつれ、まあいろんな道具とかインテリアとか渡すことができますよと。そうだね。まあ道具かな。俺、まあ道具が一番いいような気もしなくもないよね。どれあげよっか。まあノート PC いいんじゃない。それで編集でもしてくれ。俺みたいに編集してくれ。マックなのかなあれ。まあいいや、とりあえずここ売るぞにはもう、うわー、なんだこの変態。あまりにも変態すぎる。なんだこいつは。顔どっち、いや、あれ下の人格の方で見てるな。これ下の人格の方で PC 見てるわ。目線が明らかに違うもんね、上。明らかに上は周りのこと、上なんか一瞬驚いてたな。明らかに上は俺たちのこと監視してるわな、これは。さて、じゃあどうしよっかね。他に見るものなんかあったっけ？インテリア見に行く？いらっしゃいませ。わあ、高い。インテリア。全部高い。で、ハロウィン。はい、ハロウィン。この時期ハロウィンじゃねえだろう。で、ワンコスタイル。アラビアンスタイルに。で、これか。お勉強スタイル。まあ、受験生のための部屋らしいね。ちょっとこの時期にはちょうどいい部屋なのかも。で、カタログはまあ、子供部屋とかなんか昭和、平成、ムーディー、モノクロみたいな感じだね。まあ、いろいろあるね。昭和、平成ってなんか流れいっちゃったけど、全然違うんだよな。他に見てないニュースってあったっけ？別とか、ニュースは別に特に変わりはない。ないか。さて、じゃあ他に見てないものもないというか、もう悩み解決がちょっとねないから、ちょっとなんか新しいミーもう一体ぐらい追加するか。ありだね。じゃあちょっと作ってくるね。はい、というわけで作ってきました。名前はメカニックアイコでございます。通称アイちゃん。まあ名前の通りメカニックです。私が作った、まあ、最高傑作品といっても過言じゃないメカニックアイコでございます。メカニックアイコってなんか語呂良くない？まあいいよね。というわけでメカニックアイコ、通称アイちゃん、いらっしゃい。さあ、いいね。身長が割とデカめ。アフロのせいでさらに身長倍。いいね。頭でっかちって思われるけどね。全然違うよ。さて、で、アイちゃん作ったから挨拶に行きたかったかも。おっと、ちょっとその前になんか悩みを抱えている？ M がいるじゃねえかよ。どうした？ M さん、どうしました？実験家 M で。そうだな。人は人、自分は自分。あー、やっぱ人格が似てるんだね。どうも。あー、腹減っちゃったか。 M もとはいえな、作りたてのやっぱやつが固形物は無理だと思うんで、このオレンジジュース。おれ、おお、目で追ってきやがる。怖いね。物欲しそうに見てやがるぜ。ほら、今日の食事の時間だ。すごく美味しかったようだな。どんどん育つがいいさ。さあ、お礼は特にないんかい。怖いな、こいつ目が。まあ、わかるよ。お前は特に今後の不安、生活の不安があるからな、本当に。今後の生活の不安が余儀なくされてるからな。いや、ちょっと闇を感じた。おっと、かっこつけ。お前が悩んでんのか。なんかこいつの顔腹立つな。はい。かっこつけのくせに？で、どうしたよ。お前もか、みんな腹減りだな。だったらどうしよっかな。コロッケでもやるか。はい。食いな。お上がりよ。あー、それでも結構美味しかったなんだ。好物にはなったな。
結構でもコロッケがあれだったんだね。結構コロッケがうまかったらしいね。で、お風呂セット、お風呂セット、いや遠回しに俺の体洗えってか、ふざけに応答した。わかる。大声はね、出すとスカッとするよね。俺、回れ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 。俺、目を回せ、目を回せ。おら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 。あまりにも無駄な時間すぎるな。俺。ほんとこの持ち上げる意味よくわからんよな。この機能何のためにあったのな、ほんとに。まあ帰ろっか。で、おっと、キレイさんが悩んでしまっている。どうした？また友達欲しいの？はい、こんにちは。どうした？あー、ゴリコと、いやー、こう一点と、こう一点がね、ちょっと仲良くしようとしてるね、これはちょっと。ちょっと手短で話した方がいいと思うよ。ゴリコ多分言葉通じないよ。あまり。あまりゴリコ多分言葉通じないからね。ちょ、ゴリコとは言葉を通じないからね。はい。いっとるっしょい。まあ、ゴリコだしね。ちょっと仲良くしてほしいね、いろんな住人とはちょっといろいろと。よ、ゴリコ。って言ってそうだもんな。どうだろう。お、意外と仲良くなりましたね。初めての友達ができましたね、ゴリコに。ありがとうございます。おかげで友達になれました。まあならいいんだけどね。お、キレイさんもレベルがアップしたね。キレイさんはどうしよっか。インテリアとか上げた方がいいのかなと思うんだけど、さすがに女性だからね、部屋の内装はこだわってるでしょうというわけで、何がいいかな。やっぱナチュラルウッドかな。なんかこういう系に住んでそうなイメージない？キレイさんは。新しいインテリアプレゼンツ。はい。いいですね。インテリアアイコンが追加されましたと。さあ。ならいいんだけどね。実はね、これね、結構ね、あれなんですよ。動画溜め通してるんで、多分見てるみんながじゃちょっと期間が空いてると思うんだけど、なるべく動画ね、あれ溜め通しないようにするから、コメントでビシバシいろんな作ってほしい身書いてくれるとマジでありがたいね。何回でも言うよ、俺は。で、よう、不老者。楽観的な性格だと。みんなから言われます。確かにこの喋り方は楽観的かもしれんな。俺のミーと同じだもんな。おう、さっちゃん大人気だな。意外と濃いってはさっちゃんだったか。私とさっちゃんと、そうだな。まあお前とか、まあさすがに相性バチなんじゃない。 お互いちょっと似てる部分あるしな。まあならいいんだけどね。あんまり上がんねえな。まあ気になっただけだもんな。え、お前なんか、お前の意味見ちゃった。中はからまあ何も食ってねえもんな。この島に来てからまだ何も食ってねえもんな。やっぱちょっとね、いろんなとこ渡り歩いてか腹減りなんだな。でどうよ。同じことしか言わなかったわ。でだ、もうさすがにこれ以上、おっと悩みあるな、エンマ。エンマの悩み解決して今回じゃあ動画終わる？よう。おいだよ。まあいいことだと思うけどね。よう。え、お前も何見せたがり？いや、怖え。え、ちょ、カシャカシャ、カシャサブリミナル。いえ、だから何？ふざけんなよ、お前。何見せた？いや、上がり幅すっくれだし、金もすっくれ。何だったんだ？え、なんかオープンしたし、もう何よ、もう終わろうと思ったらどんどん来るじゃん。ねえ。うわー、去っちゃう。あ、入足を。で、定食の役、適食の役やった。はいはいはい。さっちゃん意外と多彩なんだな。ほうほうほう。いや、これはちょっとやりたいね。確かに。あー、そっか。じゃあ裏切りとかちょっと愛ちゃんとかちょっと厳しいのかな。あれ、愛ちゃん生理学費登録したっけな。まあいっか、はい、まあないやつらもいるからな。はい、ブス島さん、ありがとう。ブス島、さて、じゃあどうしよっか。まあとりあえずちょっと今回はやらずに、ちょっと次回やるか。普通ちゃんの悩みとかもあるし、まあ今回あくまでミー紹介ということで一日を使いましょう。誰とでも死ぬ仲良しになるタイプです。はい、河合さん、久しぶり。久しぶりですが初めて。普通ちゃんとは何気に一回も接してなかったから、じゃあこの白飯あげよう。やっぱ万物人間はね、日本人は米が好きですからね。間違い好き。
まあこういうこともあるでしょう。もっと綺麗になりたいです。もっと綺麗になりたい。あーこれちょっと綺麗さへの嫉妬心がちょっと出ちゃってるかもね。まあというわけでだ、みんな友達コレクション2日目こんな感じにしましょうか。いやね、ちょっとねため取れちゃってる分があるから、ちょっととコメント拾うのに結構パート数空くと思うんだけど、コメント書いといてくれさえすれば必ず作りはするんで、まあ本当に作ってほしいキャラがいるのであれば私は回収しますのでよろしくお願いします。まあというわけで、じゃあみんな今回の動画ここまでします。じゃあこのマットの畳の姿を見て終わりにしましょう。バイバイ。